あの時にあれですよ、自分は試合終わった後に、よっちゃんとさ、試合終わった後にこう、ね、お互いを検討しつつ、覚えてるかな、自分は負けたよって言ったの覚えてる、覚えてない、負けたよって、うん、よっちゃんの勝ちだよって言ったの、引き分けなんだけど、やっぱ気持ち的にはすごく差があったと思う、なんかよ結局よっちゃんは勝ちたいって思った引き分けだったと思うのね、自分わかんないよ、そう、そうだ、うん、自分はね、負けたくない、勝てなくても負けたくないっていう気持ちだったの、それの引き分けなんだけど、やっぱり気持ちに差があったなっていうのが、やっぱ対戦してると本当に分かってしまって、あの試合は正直自分が負けたなって思ったんですよ、あの時本当に初めてかもしれないな、田村に負けを認めてそれを正直に言ったっていう私は初めて60分戦ったんですけども、その年の8月に31年チャレンジマッチっていう過酷な試合をやってたんですね、なのでもうそれ以上に苦しい試合はないって思ってたので、だから60分が普通になんか 軽くっていうのは失礼なんですけど、なんか普通にできたんです、それはミサイルだった、ミサイルだったからだと思うんですけど、なんかやっぱりお互い負けたくないっていうのがあるじゃないですか、だからそういう風でやってるので、だから60分があっという間っていうか、そんな感じだったんです、ああほらやっぱりそこで差がついてたんだよ60分あっという間じゃなかったもん、死のような時間だった、だからもう負けてたんだよ実際、本当に負けた、うん、そういう気持ちが嬉しいっていうか、私過去2回60分ドローしてるんですね、だからそんなそういうライバルがいないとできないことじゃないですか、だから私はすごく泣くの泣くの、はい、すごく嬉しいんですね、どういうふうに私を思わせてくれたことが嬉しいです、嬉しいです、いやいや、なんだ、はい、いやでも自分も結局前兆の頃から地味なレスラーだったわけだけど、やっぱり田村がいなかったらそのままで終わってたと思うんだ、絶対的にその血を沸かせてくれるレスラーっていうのは本当に田村がそばにいてよかったっていうかさ、田村がそばにいてくれたから自分もここまで頑張れたみたいな、プロレスラーである意味を見出せたみたいなところがあるので、うん、だからよかったな、本当に感謝してます、いやいや、こちらこそありがとうございます、強く言ってくれてありがとうって本当に思う、お次は、はい、2006年はい、対原山佳代子戦でございます、はい、中村の引退試合、その時は中村の引退試合で、勇気のデビュー戦か、だから自分がデビュー戦の相手詰めた時だね、その時のメイン、二冠戦、だけどどうでした、はるちゃん、はるちゃん、まあ、JWP で、まあ、ちょこちょこ当たってますけど、実力はあったと思うんですけど、まあ二冠戦どうかなみたいなハテナマークがあったんですけど、実際試合をやってみてすごい勢いを感じましたね、なんか勢い、もう体からにじみ出てるよね、勢い、あのパツンパツンパツンみたいな、なんかあの子があそこまで頑張るんだみたいな、ちょっと驚きがあったんで、あ、そっか、まあ、2006年じゃまだ若手、まあ、若手クラス、全然ヒューガより下と思ってたんで、だから
そういうことを考えるとあの試合はもう春山にびっくりっていう感じなんだ。自分はね、結構ね、春ちゃんは勝ってたの。あ、うん、まあ春ちゃん、くらちゃんだけど、春ちゃんもうこの子ここ多分ね、もっとね自分は強い、もっと目立てるはずっていうものがあったら絶対いける人なんだろうなっていうのがあって、ちょっと勝ってたところはあるのね。今や何だろう、今は全然見てないからわかんないけど、今はチャンピオン、ね、JWPA のチャンピオンになって頑張って頑張れるぐらいの、ね、力量を持ってる選手になったもんね、結局ね。もっともっと光ってほしいんです、はるちゃんには。もったいない、本当に、ね、多分どうなんだろうね自分に制限をかけちゃってるのかな本当にできる選手だから本当にもったいないです、だから田村様も元気を認める選手だから、本当にはるちゃん頑張って、まあ、これを見るかはどうかわかんないけど、はるちゃん頑張って頑張ってYeah.
試合時間10分経過、10分経過。あれ
次は対吉田真理子選手でございます、はい、私その時15回防衛したんで、ロードもいろいろあって15回防衛した中で一番印象に深い吉田真理子選手なんですね。一番印象深い深いどうやっぱり あちら、吉田さんはストロングスタイルストロングスタイルサブミッションサブミッションそういうのがあって、はい、私も吉田さんに合わせるスタイルでやろう、いつもと違うならスタイル、あ、相手の土俵に行こうと土俵に行こうっていうスタイルをやったんですよ、うん、だからそれが一番こう思い出深いんでしょうね。なんで、うん、田村さん待ってよって相手の土俵に行かない選手で有名なんですけどね。そうなんですよ、あの引き込まれないですよねドスコイドスコイって言ったんですよ。私ドスコイドスコイ行ってみた行ってみたんです。そしてめっちゃやっぱり何十年もサブミッションでやられてる何十年選手に私がどれだけこの、まあ、隠してる部分もあるんですね。サブミッション好きなんです私、うん好きだよね、実は、うん、内緒にしてたけど分かっちゃったから、いや分かる人には分かると思うんですよ。なかなか分かっていただけない部分もあるんですけど、うん、好きなんですね。だからそういう試合ができたっていうことで、なんかすごい楽しかったんです。あ、なんか違う、まあ、2回戦もいろいろやってきたんですけど、なんか違う田村よし子見せた試合だと思うので、あ、すごい好きな試合です。好きだったの、うん、見て見てって言える試合、 あまり見て見てって言える試合がないんですけど、うん、言える試合ですね。はあ、うん、またこれも逆だな。なんか吉田さんねちっこくて一番嫌なんですよ。あの知らない間に決められてるみたいなね。ああ、そうそうそう、はい、ね、くる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 だからそっか、楽しかったんだ。楽しかった、よかったね、うんうん、相手の土俵に入って、うん、楽しかったっていうのも、まあ、すごく充実するよね。なんかやってよかったなって思うよね。そうそう、水谷さんも何かありますか、そういう試合は。相手の土俵に入る、土俵に、私相手の土俵に入るの結構得意ですよ。おお、あ、何回もあるってことですね。え、まあ自信はないけど、はい、あるんですね。え、うん、はい、え、ないかな。どっちだよ、適当。どっちだよ。田村様、10度目の防衛戦はネオ三冠王者を狙う木村京子と対戦。フォーク攻撃に苦しめられながらも必殺のエルボーで木村を撃破。
10ヶ月連続10度目の防衛を果たす。強い相手を用意しておけ、分かったな。11度目の防衛戦の相手はかつて付き人を務めていた選手、吉田との対戦は実に9年ぶりとなる。まあ、これだけ防衛記録を作ってトップを張ってやっている選手なので、頭を使って勝ちを狙いに行きたいと思ってます。でサブミッションがすごい上手い選手だなと思って、自分もサブミッションを使うので、まだ試合ではできてないサブミッションが自分がいっぱいあるので、今回は吉田麻里子の土俵で戦って勝って11度目の防衛をしたいと思ってます。あえて吉田の土俵で戦うことを宣言した田村様、ネオの絶対王者として新たな一面が見られるのか、それとも吉田の関節技地獄の餌食になってしまうのか。NWA 認定女子パシック &NEO 認定シングル選手権試合、60分一本勝負、王者田村よしこ VS 挑戦者吉田麻里子。Yeah!
ノア。Yeah.
Yeah!
本。はい。もっと強くなって、お前がこのベルトに挑戦しろ。田村、防衛し続けて、それまであなたがチャンピオンにいてください。それが吉田麻里子から勝った責任だよ。お前の挑戦待ってるぞ。ああ、吉田麻里子強かった。あの関節事故が思った以上にすごかったです。でも関節やるからにも私も絶対関節に勝ちたいと思ったんで、それだけの特訓はしてきたんですけど、やっぱりあっちの数、関節の数が違かったですね。苦しめられました。もう本当ギリギリだよね。ああいう場面は前からあったから、ああいうチャンスで何度か勝ってるから止められてきたけど、あれはもうずっと寝技とかだったら危なかったよね。肘も何回もいじめられてきたんで、肘も強くなってるんですよ。だからどうにか勝てたって感じですけどね。ではお次はじゃ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 ん、浜田彩子。あ、やったね。やな。はい、その試合なんだけど、うん、川崎市大会、ね、第2回目の川崎大会ですね。はい、あ、ということは川崎市大会、あなたメインいずれも張ってるわけですか。そうですね。すごいですね、ビッグマッチのメイン。3回ありましたもんね。はい、はい、どうでした、彩子さん。彩子さん、はい、なんか彩子さんは、なんで彩子さんって言うんだろう。なんだ、石田彩子みたいになっちゃう。そうね。本当は初対決だったんですけど、私の中で彩子っていうイメージはアルシオンで、うんうん、まあ、お父様グラン浜田さんっていう、鳴り物入り、鳴り物入り OK ですよ。ですね、うん、合ってますよ。合ってますか、うん、おう。なんかそういうイメージで、私的にはなんか憎たらしいっていうか、憎たらしい、そういうのあったんだ。なんか、うん、なんか何お前っつって2世でっつって、そうそうそう、2世で、まあある人でも結構いい位置にいたと思う、うん、まあ実力もあったと思いますけど、うん、なんかすごい上げてもらっていいな、羨ましい反面、なんかどれだけ実力あるのみたいな自分があった時があったので、ね、正直ね、だから実際当たるっていうことで、もうこいつの実力を見てみようみたいな感じでやったんですけど、ちょっと違うスタイルでやってる、それはある、ね、部分があったので、それが噛み合うのかなと思ったんですけど、この試合が全く噛み合わなくて、こんな面白い試合あんのかっていう、ある意味逆に面白い、逆に面白いんです、本当に。これが見どころなんですけど、本当に噛み合わなくて、でもある意味楽しかったんですね、私の中では。こんな噛み合わないことがあるんだっていうことで、本当に何とも言えない後味が残って、はい、うん、今までにな ない食べたことのない食感みたいな、そうそうそう、そんな味わいを受けましたね。でもあの子なりに DNA に行って一人で、確かに昔だとそういうことあったかなっていう感覚が彩子にはあるんですよ。で自分一人で頑張ろうみたいな、まあ、周りがこう助けてくれてあげてくれた部分があったと思うんですけど、一人で頑張るっていうのをなんか海外行くっていうのを聞いて、あ、変わったんだなって、そっかそっか、一人でやってみようって、うん、あの子にはあの子なりのそのやっぱりプロレスの世界観みたいな、だからそういう部分でまあ変わりましたよね、あの子の印象が、ああっていう、認めてなかったけど、なんかそういうことで
うん、あれそうね、あれね尊敬できる、尊敬できる部分、あ、それ言いたかったんだ、はい、尊敬できる部分ができたんです、私の中で。おお、いや、頑張ってほしいですね。なあ、だから、うん、でもネオで川崎スター区間っていうビッグマッチでメイン張るほどのやっぱりその実力の持ち主だったわけですから、ね、頑張れるのかな。うん、頑張ってる、頑張ってるですね、はい、じゃあ見てもらいましょうか。はい、この試合すごい面白いです。見てください。すごい、もう観点違うところ、うん、本当に噛み合ってないところ、スリリングです、はっきり言って、はい、見てください。ドーン、ネオの絶対王者田村よしこ、昨年公約通り12ヶ月連続12度の防衛に成功。防衛戦はヒューガとの三冠統一戦、大熱戦となった両者の対決は60分フルタイムドロー。引き分け防衛を不服としてベルトの返上を口にする田村。自分に納得いかないのでベルトを返上したいと思ってます。しかし高田社長が川崎での対戦相手にある大物と交渉していることを明かした。もちろんその選手とシングルマッチをやるのであれば、それは田村選手の2冠のベルトをかけたタイトルマッチとして行うべき試合になると思います。いつもありがとうございます。田村さんだけです。社長が田村の対戦相手として用意したのが伊藤道場の浜田彩子。こんな返しがあっていいのか。過去の両者の対戦ではタッグマッチで一度肌を合わせたのみ。大熱戦、田村は彩子とならベルトの価値を高める試合ができるとタイトルマッチを承諾。まあルシオン時代ですけど、まあそこで一応トップになった、あのメンバーがトップになったってということで、うん、どれぐらいすごいのかっていうところを、自分の体で、確かめてみたいなと思います。女子プロ界のサラブレッドとしてデビューし、数々のメジャータイトルを獲得した浜田彩子。田村はその彩子を撃破し、ベルトの価値を高めることができるのか。夢の対決、川崎フルボルテージ。メインイベント、 NWA 認定女子パシフィック、 NEO 認定シングル選手権、60分一本勝負、王者田村よしこ VS 挑戦者浜田彩子。
さ。頑張ろうぜ。やめろ。Give up. Hey, Ayako. Hey.
10分経過。いいか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 い
合時間15分経過、15分経過。そうそうそう、上げろ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 
レースを面白くしていく、これは精神決定だ。語りましたが、ねえ語っちゃったね、うん、どうでした、どうでした、どうです、まあいろいろ二冠戦でもいろんな人と戦ったんですけどねえ、うん、一番やっぱり戦ってるもんね、それはね、そうね、記録保持者ですから防衛は本当ですね、なんか、ね、蘇ってきますよね、こう話してると、うんうんうん、その時にね、ちょっとね映像でも覚えてるところあったりとか、うん、感情でもこう蘇ってくるものがあったりとか、ね、なんか楽しい、ちょっとね、うん、やっぱりプロレス好きだね、好きですね、引退してからもね、うん、そうだね、まあよっちゃんとは前所の寮、初めの寮の部屋が一緒だったところから、ね、運命的ですよね、これもまた、もうそっからライバル関係が始まってたのかなと思うぐらいの、うん、因縁付けたいぐらいのねそういう、そんな感じでね、はい、私、寮前からですからね、さやちゃんを知ってるのは、あ、元気が出てるからも意識をしまくってたので、そう、それ言ってたよね負けたくなかった、負けたくない、こんな成り物入りには、成り物入りには負けたくないなってないんだけどね、あんまり成り入りがなかったもうその時から元気が出るテレビから始まってるんです、私とみさやちゃんのストーリーは、よっちゃんの中では、中ではね、自分の中では、あんた新人王、新人王取った時の試合、自分が決勝で負けた時から始まりました、あ、負けると思ってなかったの、本当に、あ、なんかね、その前でも結構当たって、試合で当たった時は結構ヘナチョコだったんですよ、これがまたなんか髪の毛がゆうさゆうさしてて、ティモテとかね、やってね、ティモテ、ティモテ、ティモテ、なんか青っちょろい顔してティモテとかやってたんです、私待って、聞いて、はい、ジャガーさんね、コーチだったんですけど、ジャガーさんに、うん、なんだっけ、貧血とか呼ばれたんだっけ、なんか一番やめると思ってた、はい、いつも青白い顔してね、練習参加してたような感じだったのが、新人王の決勝で、すごいなんか粘ってきて、何この、何この人、いつもと違うじゃん全然っていう、その田村のここぞの強さを発揮しやがって、そっから自分はライバル視しましたね、だからそっからもうずっと前場時代は負け続けだったけど、それがなかったらこうやっぱりネオレディースになってからこう勝ちたいな、田村には絶対勝ちたいと思った、あの時はドローやってたんです、30分ドローとかあったんです、そう、あのいろんな面で試合とかでもなく、じゃあ試合とかもそうだけど、あのいろんな面で、負けたくないって思って、で、なるほど、そう、そっからだからやっぱり
追い抜いたりとかさ、追い抜かれたりとかいろいろしたじゃん、うん、だからそれがまた良かったのかもね、スイッチとタクマ。そうだね、うん、で本当にガンガン来るから、鼻とか何回も骨は丈夫だから骨折しなかったんだけど、鼻血ドバーッ出たりとか、顔面に来るんですよこの人。だから顔面に来るから、自分もあのクソと思って顔面に入れたりとか、まあ拳は入れないですけど。この人私にだけ G ドライバーの角度が違うんですよ。三沢さん流ですわ。あ、違う、エメラルド道場の真似じゃないですよ、 G ドライバーは違いますよ。なんですけど私のね全然あれ違くないみたいな。だってだって本当に負けたかったんだもん絶対この人あげちゃうなって思うからもうガンと行くしかない。沈めたかったのね、沈めたかった、ね、でも安心感っていうのもあるよ、それで怪我しないだろうなっていう、はい、そうじゃなかったらやんないし絶対っていうことで許してそうだったんだろうなって。でもお互いだから。そうだね、お互い様です。ラリアットは喉に入れたしそう、うん、そうだからラリアットは喉を目指して私ね、本当に私の好きなプロレスができたのは本当ミサエちゃんだけなんですよ。ゴツゴツした試合ができたの。ファンを置いてきぼりにしたカーブは否めない、ね、本当にそんな試合満足だったかな自分的には、まあ、自己満足にね、本当にお客さんには申し訳ないんですけども、本当にこの試合しか本当に私の良さは出せなかったって。あるそんなことない、ある意味ある意味ね私本当に好きなプロレスを見せられたのは元気にさ選手だけでした。嬉しいことです。そんな誰とやっても、うん、フルパワー、パワーってそのパワーだよ、うん、自分の力ってその本当の力だよ、こいつの力だよ、はい、フルパワーで戦える試合ってやっぱりよっちゃんだけだったかな。そう、うん、って思う。ミサイちゃんがどういう、ね、プロレスラーになりたかったかわからないですけど、わからないというか、ね、私は本当にこういうゴツゴツしたしプロレスが本当に好きなんですよ、うん、だから本当にミサイちゃんとこういう試合ができて、まあ、一人でもこういう試合ができてよかったなと。だからずっと16年間続けてこれたんじゃないかなって思う、うん、何か一つねやり遂げたっていう試合があって、この人とまた試合がしたいっていうのがあるから、こうプロレスをずっと続けていかれるんだと思うんですよね。うんうん、そうね、なんかやっぱりそれはそうだね、田村の思いっきりを受けれる、自分も受けれるからっていうの、それが自信になったし、ね、誰も田村の思いっきりを受けれないだろう私の他にはっていう、そういうちょっと誇りめいたものも、田村のフルパワーを引き出せる相手は自分しかいねえだろうっていうような、そういう自信も、自信もあったから、だから敬意もあったしね、田村がフルパワーで来てくれる分じゃあ自分もそれ以上のフルパワーで行こうっていう敬意もあったし、プロレスってやっぱりそういう格闘技じゃん、なんか、うん、やっぱ一人ではできないプロレス、相手がいないとできないですね、うん、信頼し合ってっていうのもあるし、うん、怪我させたらダメっていうのもあるし、そういった中でやっぱりいい関係だった、うん、いい関係だったよね本当にね、本当に出会えてよかったです、楽しくね本当に思います、はい、まあ、今後のお互いの人生の検討を、はい、お互いも今、ね、まあ、よつはいち早く店出しちゃいまして早いな自分まだ出してねえわ、やめて2年半ぐらいいたのに、いや負けないように、はいはい、自分のお店持つことを目標、まだ夢は諦めてないので、はい、頑張ります、頑張りましょう、はい、じゃあDVD 楽しんでください、買ってくださってありがとうございました、はい、借りないで買えよ、はい、買ってください。
い。スリーカウントでやってるんで見てください。スリーカウントでやってるんで、はい、バイ。あ、映画ね、映画で。